フィギュアスケートのアイスショー、スターズ、オンアイスが2日、大阪、東和薬品、ラクタブドームで行われ、女子で18年ピョンチャン五輪4位で現役を引退した宮原さと子さんが登場。プロスケーターとしての初滑りとなった。ボアラを舞い、2回転ループ、ダブルアクセル、2回転半ジャンプを飛び、現役時代に多くのファンを魅了した美しいスケーティング、スピンも披露。演技後には、北京五輪金メダリストの姉さん、チェン、米国が登場し、花束が贈られた。姉さんチェン、鬼みたいなジャンプ構成で、五輪王者。学業も優秀？でも人柄は素朴で隣のお兄さんみたいな、親しみやすさがありますね。宮原さと子さんに、花束の贈呈ありますね、男らしいです、気に入りました。よかった姉さんチェンは男気があります、さすが。王者姉さんかっこ、いいです。トークショーにも登場。先月の世界選手権で優勝した、坂本花織、シスメックスとの会話を弾ませた。坂本から、ご存知だと思うんですけど、本当に練習熱心で、人がいなくても、誰かが見てなくても手を抜かないと言葉をもらうと、ずーっと最初から最後まで自信に満ち溢れたジャンプが、大好き。練習でも、本番でもいつでも来い、みたいなのが大好きです。尊敬してますと返答した。全日本選手権4連覇など、日本女子のエースとして、世界と渡り合ってきた。坂本はその姿に、長年、日本を引っ張っててくれて、真央ちゃんの世代から、今まで、いろんな選手を、日本の選手を言葉より、態度で、示してくれて、私たちが成長できる、頼れる先輩で、尊敬できる部分しかないと仰ぎ見る。逆に、宮原は、世界女王となったばかりの後輩に、まずは今シーズンお疲れ様でした。テレビで見ててもこっちに飛んできそうなくらいのカオちゃんの演技を楽しみにしてますとエールを送った。また、医学の道への夢は持ち続けているので、これからどのような形で携わっていくかは、まだこれから考えたいと思っているんですけど、勉強はしたいなと思っていますと、次なる目標に向かい、新たな一歩を踏み出した。同じチームの坂本さんを見て、刺激を受けていると思います。逆に坂本さんも、三原さんが病気をして何度も復活しているところを見て、刺激を受けていると思います。チーム神戸で来季の世界選手権に出場して、もらいたいですね。次回オリンピックで、三原選手の笑顔が見れることを楽しみにしています。ファンは言った。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。Like して下にコメントしてください。新しいビデオを見えるゾーンにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。